持ってきたよ。人形の、お前の足を拾ってきた。足？僕の？沙織に感謝するんだな。足を取り付けるためにスカートをめくるが、異論はないな。え、うん、いいと思うよ。真面目だな。気にしてんだな。さて、結果はどうだ？あ、透けてた足が戻ってんじゃないこれ。足は戻ってきたみたいだけど、まだ逆立ちしてるの？足戻ってきたんだよ。僕、足の使い方あんまり思い出せなくて。でもこれが僕の足なんだね。ありがとう、沙織さん。そんな風に呼ばれたの私初めて。あ、そっか、みんな沙織様だもんな。お前の感覚ではそうなのかもしれないが、いや、今必要なのはそんな話じゃないだろう。俺が聞きたいのはお前の昔話だ。お前は一体どこの誰で、なぜこんなところに捨てられていた？上城英氏のことを思い出せるか？僕のことは何も知らない。僕が起きたのは暗くて狭い場所で、壁に変な絵が描いてあったり、本がたくさんあるお部屋だった。上城英氏って人が僕を見て驚いてた。それから口を開けろとか足を動かせとかいろんなことを言われて、お屋敷にも連れて行ってもらったけど、僕体をちゃんと動かせなかったから失敗作って言われて捨てられちゃった。ああ、実験に使われてたんだ。お前の話は随分と古そうだな。連中の扱う人形を見る限り、高齢後はある程度の体の自由が効くはずだが、その代わり憑依そのものが短時間というデメリットがあるようだ。お前はそれらと違って長い年月憑依しているようだな。憑依も魂の離脱も満足にすることができなかった失敗作ということか。探偵さん、何か分かったの？連中が自らの力を英氏に売り込むために降霊した魂がこいつだろう。なるほど。一番最初に私たちこういうことができますよっつって見せたわけだ。そんなくだらないことのために使われたっていうのがかわいそすぎるよな。しかもそっからずっと長い年月ここに捨てられてるわけでしょ。ひどい。憑依時間の短さを補うための実験も兼ねていたのかもしれないな。しかし失敗した。だから廃棄した。そう考えると話がつながるな。失敗ばかりしてるの？あの人たちってもしかして結構ポンコツ？私の儀式の時も失敗してたし。爪が甘い連中なんだ。それゆえに油断は禁物だ。未熟だからこそ、伸びしろがあるからこそ、奴らは必ず行動する。連中には明確な目的があるはずだ。俺や英氏の周りをつきまとうその理由が、それが己の能力を磨くためなのか、それとも他に何か。話を戻そう。お前はあの扉の向こうに行く方法を知っているな。パスワードを入力するだろう。断片的でもいい、思い出してくれ。僕のことは何も。数字は、おお、0614。やっぱり結婚記念日や。あーん、旦那様もやっぱ爪が甘いな。バレバレじゃん。おい、その数字は旦那様と奥様の結婚記念日だね。誰でも入れる。場所さえバレたら誰でも入れるな。本当にありがとう。いつか拾いに来るからね。この人形には憑依時間の短さを補うための特別なからくりがあると思うのだが、しかしここで解体するわけにもいかないな。お人形さん壊しちゃったらこの子の魂がどうなるかわからないもんね。
探偵さんやっぱり私たちにちょっと優しくなっちゃった？それは考えすぎだな。俺は調べる時間が欲しいだけだ。そういうことにしておくね。いいじゃないの、ちょっと甘めの、いいじゃん、ちょっと甘めのゲンさん、いいじゃない。俺はそっちの方が好きだけどな。さあセーブして、そしたらじゃあ入りましょうか、あのお部屋に。いや、いよいよだな。さあじゃあ打ち込もう。0614。いや、安易すぎるよね。ほん、誕生日と記念日系は絶対にパスワードにしちゃダメ。みんなもセキュリティ面ちゃんと考えて気をつけましょうね、防犯面でね。ん？あれ、まさか開かない。番号が違うようだ。一体どういうことだ。あの例の情報がデタラメか、それとももうひとひねり必要なのか。坂立くんの昔のお話って曖昧なところ結構あったしね。あ、待って、俺分かっちゃったかもしんない。誰だその坂立くんとやらは。ずっと逆立ちしてるから坂立くん。ああ、なるほどな。分かった、ひとひねりよ。あの子逆立ちしてるから記憶も逆立ちしちゃうということで、右から0614ぽくない？よし、開いたな。やべ、ちょっとテンション上がってゲンさんじゃなくなっちゃった今。俺なっちゃった、テーペロ。よし、開いたな。でももしかしたら6も逆さになってるかなって、9になってるかなとか思ったんだけど、でもそうすると4が逆さにできないから、これは合ってるだろうという、そこまで実は今言わなかったけど判断していました。悪くないだろう。あ、私何もできないかもしれないけど、ちゃんと探偵さんについていくよ。ああ、分かっている。それだけで心強いよ。中に入るぞ。わあ、ドキドキしてきた。なんか壁に変な絵があるとか言ってたな。あれ、あ、びっくりした。過去の話かな、少し回想が入るね。知っていますか、エイスさん、私は長くは生きられないのです。あら、二人で育んだ愛はとても素敵なものでした。この二人がちゃんと揃ってんの見るの初めてだね、さらっと。この幸せもいつか訪れる永久のお別れも、すべて運命という言葉で語れるものなら。わ、庭に自販機あんじゃん、すげえ。でもその利益全部こっち入るよな。私はその大きな流れを今ここで断ち切ってしまいたい。だってそれは怖いほど甘美で残酷なことだから。エイスさん、私たちここでお別れしましょう。ユリコさん、残りの人生を俺にください。エイスさん、俺はあなたがいないと生きていけません。あなたの命が尽きるのが先か、この世界が終わる方が先か、そんなことはどうでもいい。俺はあなたと二人で生きていきたい。あなたの生涯をどうかかけがえのないものにさせてほしい。結婚？エイスさんと私が？嬉しい、エイスさん。私はこんなに幸せでいいのかしら。そして末永くいつまでも、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 終わりなどあるはずがない愛のための世界で暮らしていこう。めっちゃキザなこと言う。え、ちょっとなんか照れちゃうんだけど、こっちまで。うわ、終わりだ。もう終わったんだよ。世界の終わりは同時に訪れた。あ、兵士さん、やっと
ここまで来たな。わわわわわ、共鳴してるのか。はしごから落ちた時と同じだ。俺と君は似ている。俺の絶望を君なら理解できる。強く持って気をしっかり。俺と君は共鳴している。俺と君が一つになれば次の世界へ行くことだってできる。バカなことを。君は理解しているはずだ。違う。何度だって否定してやる。俺とお前は違うんだ。俺の目の前から消えろ。旦那様は消えちゃったの？いや、姿をくらませただけだ。まだ近くにいるだろう。お話できた感じじゃないよね。残念ながら A 氏も話が通じる相手ではないな。ダメか。 A 氏の魂はユリコの復活を、再会を強く望んでいる。その野望に縛られて周りが見えていない状態だ。そのため己が死んだことを知りながらも30年間時間は止まったまま。儀式の成功に執着するあまりこの地下室に縛り付けられている。それでも苦しかったんだろうな、俺のような理解者を探しながら。救いの手を差し伸べてくれる存在をこの場所で待ち続けていたんだ。哀れだな。同情するなんて探偵さんらしくないね。同情？まさかな。だが愚かだとは思っている。他の誰でもない上白百合子だけが A 氏のそばに寄り添っていたんだ。一番大切なものに気づきもせず、その光に見向きもしない。そんな A 氏と俺が似ている？冗談じゃないな。俺は大切なものを見失ったりはしない。似た者扱いされるのは心外だ。旦那様とお話ししないとお屋敷のみんなを解放する方法わからないのかな。いくら話が通じない相手だとしても、シノのように慰める方法があるはずだ。どうにかしてユリコさんと会わせることはできないのかな。辛抱強く必要に追跡と調査を重ねて一つの答えに導くのが探偵という職業だ。そんな生き物には付き合いきれないか。うん、最後までついていくよ。私なんだか楽しくなってきちゃった。いい返事だ。この部屋を徹底的に調べるぞ。うん。あら、これは事件解決したらちょっとついてきてほしいところだね。幽霊女子として、まあ、無理か。さあじゃあ見ていこう。本がいっぱい。ああ、錬金術。うわー、鋼を思い出すな。鋼の錬金術師、俺大好きなんですよ。召喚に関する本が並んでいる。やっぱそういう系か。魔術系ね。死生観に関する本。蘇生、あ、この辺重要そう。人体解剖、魔術、やっぱりそうか。おかしい。ここにあるのはどれも信憑性のない魔術の資料だけだ。高齢術とか儀式とか教会の人たちのことも何も分かんなかったね。あ、確かにそうか。高齢系とかはまたちょっと違うもんね、蘇生とかとは。まさかこれだけのはずがないだろう。何か見落としがあるはずだ。隠し部屋とかがあったりなんてね。なるほど、俺にはない柔軟な発想だ。いや、探偵には一番あるべき発想。沙織は探偵に向いているのかもしれないな。褒められてるのかバカにされてるのか分かんないな。これは多分褒めてんじゃない。
さあ、まあ、となるとやっぱこのカーテンの裏とか怪しくない？ん？これは何か見つけたの？ああ、おそらくここに。ほらね、わかりやす。うわ、やっぱりほら壁に変な絵って言ってたもん。怪しい、なんかすごい怖い壁画みたいのが見えるな。ちらついてんな。本当に奥に部屋があったんだね。本命はこの先だろうな。うわ、行くのか。ちょ、猫ちゃんごめんね、なんだかちょっと連続でセーブさせてもらっちゃって、失礼いたしやす。さあ行きましょう。いや怖、何この壁怖。行きます。うわ、あ、意外と狭い。あった、高齢術に関する本が並んでいる中に、ん、毛色の違う資料が混ざっている。これはなんだ。すべて外国語で書かれているな。読めなくもないが、少し時間が、いや、手書きだが翻訳がついている。これはもしや A 氏の字か。実験結果の翻訳と書かれているな。うわ、いっぱいある。01、02、03、04、その他見ていこう。実験結果の翻訳。01、ぬいぐるみに高齢術を使用。あー、なるほど、お試しのやつね。高齢は失敗、よりしろには何の変化もない。よりしろは無機物ならば何でもいいというわけではなく、最低でも手足が必要だという推察のもと行ったが、布と綿で作られた手足は無機物と変わらないようだ。少なくとも関節を持った自由に動かせる体を持たないと個人の魂はお気に召さないようだ。なるほど。例2、ぬいぐるみちゃんはダメだったんだね。球体関節人形、あー、よく見るやつね。高齢は成功、会話をしたり体を動かしたりできる。しかし個人の魂はうちに留まることはなかった。個体によって差はあるが、ある程度の時間が経過すると離脱するため、交流は短時間で終わり、満足のいく結果を得ることはできなかった。その上、離脱の際に依代は発火し再利用できなくなるという不利益がある。ああ、だからあの人形さんたち全部燃えてたのか。半永久的に個人の魂を依代に留めておくためには別のエネルギーが必要なのかもしれない、個人の一部あるいは生贄を用意することが可能ならば。なるほど、どんどん悪い方向に進んでいったわけだ。レイさん、遺発を仕込んだ球体関節人形に高齢術、高齢は、成功した。しかし失敗とも呼べるだろう。個人の魂は触媒と結びつき、長時間の憑依にを可能にしたが、その存在は不安定なものとなり果てた。よりしろとなった対象は意識も定まらず、話すことも体を動かすことも満足にならない様子だ。これでは交流もままならない。これがさっきの逆立ちくんの症状かな。体を動かせなくて喋ることもままならないっていう。触媒の影響で不利益であった魂の離脱が発生しないため、実験としては収穫を得たが、それだけだ。発火しないため、よりしろは半永久的に魂の牢獄となる。非常に残念な結果となってしまった。生贄を必要としない手軽な方法かと期待したが、これでは何の、意味もない。なるほど。なんだったらさっきのその逆立ちくんみたいにずっと魂をもう半永久的にそこに閉じ込めちゃうわけだから良くないね。さあ例4、生身の人間に高齢術を使用、不適合。高齢は失敗だ。個人の魂がよりしろに定着しないため、球体関節人形と同様に人体は発火して魂は抜けてしまう。おそらくこれが沙織ちゃんを亡き者にしてしまった原因となった失敗かな。個人の魂を肉体に押し込めるためのエネルギーとして生贄を別に用意し、よりしろの魂と結合させることによって理論上は、高齢が成功すると期待されていたのだが、おそらく誰でもいいわけではないのだろう。個人の魂とよりしろの魂にも相性があるようだ。生身の人間に高齢するためには血縁者や生まれ変わりなど個人と何らかのつながりが必要と推測される。やっぱりそうだ。これを試そうとしてその日和ちゃんを使おうとしたんだよ、エースさんとあの連中は。ただ当日そのシノさんの策略で、まあくしくもね、沙織ちゃんがその場に行ってしまったから、この失敗と同じことが起きてしまったわけだ。血縁者ならともかく、生まれ変わりとなると出会える確率が著しく低く、現実的ではない。なお高齢には一定の生贄が必要とされるが、必要数は明確に記されてはいない。生贄の数は多いほど成功率が高いと考えているが、実験結果として確実なものは得られていない。生贄に生きた人間を使用するのはコストが高いため、代替となるエネルギーも模索していく必要がある。
一概に人をどんどん犠牲にしようという集団ではなかったのか。まあ、だとしても良くないけど。未だ実験に至っていないが期待される対象について、遺骨を仕込んだ球体関節人形にこれずつしよう。なるほどね。遺発よりも期待値が高いだろうと推測される。しかし個人の遺骨の調達は難しいため、現段階では現実的な方法とは言えないだろう。もう一個、生身の人間に高齢術を使用、適合。未だ適合者をより代として使用した高齢を試していないため、憶測の域を超えていないが、最も期待値が高い方法、血縁や生まれ変わりなど、個人との関係性を持つ、人物を適合すると考えられる。仮に成功したと仮定するのであれば、魂は肉体に定着 し、個人と結合したより代の魂がエネルギーとして肉体の保護に専念するため、対象はほぼ不老不死となることが予測される。うわ、ひどすぎるな。でもそれ、より代の魂は眠りにつくため、表に出る人格は個人のものとなる理想の結果だと言えるだろう。どこがよ、最低だな。追記、成功したことがないと彼は言った。しかし彼はもう彼と、俺はもう彼と契約する他に道はない。俺は彼の力を目の当たりにした。彼は本物の神様だ。日和はゆり子の娘だ。ゆり子によく似ている。成功するはずだ。いや、必ず成功させてみせる。そのための舞台を俺が用意してやろう。俺は一体何を言っているんだ。俺は一体何をしようとしているんだ。これから何が起ころうとも、俺はもう。いやー、バカだな、エイシさん。その最愛の妻とが残してくれた、まあ、言ったら一番の形見である娘をより代にって、そんなん誰が喜ぶのよ。成功してたとしても絶対エイシさん本人だって浮かばれないだろうに。まあでもショックで多分もうそんなの分かんないかったんだろうなっていうのが今の最後のね 2,3 分で分かったけど、なんかちょっと、なんかもう同情を拭えないよな、これは。かわいそうとしか言いようがないというか。宗教に関する本が並んでいる。隙間からスクラップブックを発見した。話題の新興宗教教祖ついに来日か。ああ、ライアル教会だ。ライアル教会とは、死者との再会を謳い文句としたイギリス発祥の新興宗教団体である。創始者、初代の死亡に伴い、その息子が2代目として教団を継ぐことになった。1950年、団体名をライアル教会に変更している。なるほど。あ、じゃあその前は違う名前だったんだ。初代を敬愛し、2代目に集う信者たち。2代目教祖は、初代には遠く及ばないかもしれないが、力を受け継いだ本物の霊媒師だ。彼の高齢術で、遺族は死者と会話をすることができる。人形に降霊して、束の間のひとときを与えてくれる彼を支持する人間は、世界中に点在している。初代と2代目、大きく異なる活動内容、おっと。初代は高齢術を占いに利用し、信者を集め、軍に情報と兵力を提供することを目的にしていたようだが、結構えぐい使い方するな。2代目の方針はそれとは裏腹に、実に平和的なものだった。絶対裏があるって。残された全ての人々の心に癒しと祝福を。彼が望むのは再会の祝福。ただそれだけである。嘘だ、絶対裏があるって。2代目教祖とライアル教会の行く末。今やライアル教会の名前は世界中に轟き、日本を含めた各地に支部を展開している。彼は今己の力を磨きながら世界中を旅している。日本に訪れる日も近いのかもしれない。その際はプロの編集者として、何もかもが謎に包まれた彼の正体に迫りたい。これ旦那様が作ったのかな。こんなへんてこな資料を作っちゃうくらい旦那様は追い詰められていたんだね。この程度の情報、俺でも知っている。この内容がデタラメってことも含めてな。世界平和だと笑わせてくれる。そうだよね。まあ明らかに表向きだよな。ユリコの写真が置いてある。これ何よ。失敗だ。誰も逃がさない。今度こそ。ドンタコス、ドンタコス。よくない、こんな重い空気の中いきなり。ちょっと五感が似てるだけでそんなボケんのよくない。空の瓶が置いてある。書かれたノートが、書かれた失礼しました、開かれたノートが置かれている。でも今のもう空の瓶って聞いて、玉置浩二さんのあの田園っていう曲に出てくる、あの
カーラのミルク瓶にのところがちょっと今頭に浮かんじゃって、そっちに気を取られてたので、あのかから始まる言葉で始まっちゃいました。すいませんでした。1、覚悟ができていなかった。この世の地獄だ。何かをしていないと頭がおかしくなりそうだ。これ多分亡くなった日かな、ゆり子さんが。思い出を胸に生きていけるなんてよそらことだ。俺は妻を愛する以外に生きる方法を知らない。筆を取れ、吐き出さないとどうかしてしまう。ピアノの音が乱れていく。嫌だ、辛い、苦しい、悲しい、会いたい、帰ってこい、蘇生、復活。ダメだ。紙に書き殴って捨てる。時間の無駄だ。自己暗示程度でこの地獄からは抜けられない。捨てるそばから湧いて出る言葉の山。会いたい、会いたい、会いたい。復活、蘇生、最短、蘇り、焼き付いて離れない言葉の数々。もう何をしているのかわからない。地下に部屋を用意し、魔術の研究を始めた。ありえないと分かっている。くだらないとも。だが追い求めないと狂ってしまう。黒魔術には動物の死骸が必要。バカバカしい。妻がいない。今日も明日もこの先も生涯この地獄を抱えて生きねばならない。考えるだけで気が狂ってしまいそうだ。藁をもつかむ思いでしたためた手紙に返事はない。当然だ。そんな都合のいい話があるはずがない。降霊術、そんな世まいごとにすがりつくほど俺は世界に絶望しているのだと痛感させられただけだ。突然手を差し伸べられた。神様か、それとも子連れの男が現れた。違う、そうではない。見知らぬ少年が護衛を連れて現れた。やっぱりそうか。見た目は娘とさほど変わらない。ただの子供だ。ライアル教会、噂は本当だったのか。この手は俺を救ってくれるのだろうか。まるで手品だ。だが種も仕掛けもない。少年が手を触れずに動かした人形からは本物の人形の声が聞こえてきた。腹話術ではない。確かに命が宿っている。唯一の希望だと思った。すがりつくしかなかった。僕を信用してくれる？と少年が笑った。彼らの目的は金銭ではない。一体何が？いや、そんなことはもうどうでもいい。この苦しみから解放されるならば、ユリコに会えるなら、他には何も。日和の肉体がユリコの器になる。そうだ、俺には娘なんていなかった。俺の心はユリコだけのものだ。最悪だ。いやもう0100でライアル協会が悪いじゃない。これはもうそういう心の隙につけ込んで、子供よ、信じられん。少年の命令に従おう。大勢の生贄となる人間を集めるんだ。愛のためなら俺を鬼になり果てても構わない。この俺が最後のレクイエムを奏でてやる。再会の祝福。ああ最高の結婚記念日だ。望みはただそれだけだ。私と同じくらいの子供だったからあんまり信じたくなかったけど、やっぱりあの子が私を殺したんだね。才能なのかな。日和様と同じで、どんなに小さくても特別って感じの子。あのクソガキ。そんな子が今は探偵さんよりずっと大人になってるんだよね。あ、そうだよな。いや、いや、俺はちょっと裏あると思ってる。それは大人になってるかなとは思ってるな。本当なら私だって探偵さんよりずっとお姉さんで、大人になれなかったのにな。
何？あっ！旦那様、こんなところに。もう二度と会いたくないって思ってたけど、こんな痛ましいお姿を見ちゃったら、私、なんて言ったらいいかわかんないよ。上白英治、お前は本当に最低で不器用な男だよ。探偵さん？ユリコは今でも夫婦の部屋でお前の帰りを待っているぞ。もう十分だろ。そろそろ会いに行ってやったらどうだ。夫婦の結婚指輪を手に入れた。骨をすべて持ち帰ることはできない。せいぜい左薬指の骨だけだ。これが直接的な解決につながると俺には断言できないが、英氏の魂を慰め供養する唯一の方法だと俺は考えている。乗りかかった船だ。丁重に夫婦の部屋に送り届けてやるさ。なんだその顔は。言いたいことでもあるのか。あらかじめ言っておく。よく聞いてくれ。これで野心の連中が解放されないとすれば、もはや俺の手に負えるものではないからな。それと俺は英氏のために犯罪者になるつもりは毛頭ない。遺骨のひとかけらでさえ勝手に葬るのは違法なんだ。当然秘密にできるな。うん、もちろんだよ。探偵さんって実は結構おしゃべりだよね。いや、源さんいい、もう人の良さがにじみ出てるな。さあカードキー来たか。これはきっとこれが出口へのカードキーだよ。なんかもう光ってるものは最後に調べちゃうよね。ありがとうエースさん。ちゃんと責任を持って夫婦一緒に届けるからね。待っていろ光、今迎えに行くからな。無事でいてくれ頼むよ。エースさん、よし地上へ出るぞ。行きましょうか。いやエースさん、まあ、エースさんにもいろんな思いがあるからな。どうか安らかになってほしいと切に願う。よしここだな。いやいよいよなんかちょっとクライマックスに近づいてってる気がして、ちょっとドキドキしてきちゃった。怖いわ。あるね、階段がさらっと壁を抜けるな。あ、さらっとまた壁を抜けるな。いいじゃない、ちょっとぐらい曲がれば。地上へ戻れる道あったよ。あの階段を登ったら林の、多分古い蔵の近くに出られると思う。あ、出た。そうか、わかった。源さんの読みだったらそこにもしかしたら日和ちゃんもいるかもしれないんだよね。だが俺は一度光を迎えに行く。光の身の安全が最優先だからな。うん、分かってるよ。よし、ならばまずは地上に出て。ねえ探偵さん、聞きたいことがあるの。なんだこんな時に。本当はお姉ちゃんと血なんてつながってないんでしょ。ここでか。おい、ワクワクさせてくれるよ。どうしよう、どこに逃げたら。絶体絶命じゃん。なんだ。そうかそうだ、源さんが近くにいないからもう幽霊も見えるし、いろんな影響が来るんだ。最悪じゃん。君の中とても広そう。柔らかくてあったかいねえ。僕たちのことも君の中に迎え入れてよ。僕たちは行きたい、
君と同じものになりたい。僕たちにも新しい命ちょうだい。いやだ、怖いよ。ケンさん。え、誰？大丈夫です、ヒカルさん、落ち着いて私の声を聞いて。え、あ、消えた。ちょっと消えた。な、何？なんか光って、あ、消えてく。このまま逃げて、あなたは私が守ります。もしかしてあなたは誰？誰？よしよしよし、とりあえず無事でよかった。はあ、何が起きたのか全然わかんないよ。あの時、そうか、ネックレス持ってるんだ。なるほど、ひよりちゃんのネックレスが光って、女の子の声が聞こえて私のことを守ってくれるって。あの声はやっぱり、あ、作ってもらったミサンが切れてる。どこかに落としてきちゃったのかな。ゲンさんに頼らないで一人でやらなきゃダメなんだよね、きっと。大丈夫、きっとゲンさんは無事だよ。私を置いていなくなったりしない。ひよりちゃんは私を呼んでる。私が見つけてあげないと。行かないと、きっと私のこと待ってる。今の私ならきっと見つけてあげられる。一人でも大丈夫だってゲンさんに見せてあげなきゃね。ああ、でも無理はしないでよ。そして猫ちゃんが見えるようになってる。あれ、こんなところに猫。いつもいたのよ、本当は近くに、この可愛い猫ちゃんが。あ、こっちじゃない。なるほど、こっちとか、こっちでもない。こっちか、もしかして。あ、こっちか。あ、道がある。こっちなの。なるほど、そっちだったのか。ここの林だったんだね。てきりあの庭の奥だと思ってた俺は。すごい、導かれるようにもうたどり着いちゃった。ここは、ちょっと一旦貞子さん会う？あ、会えないわ。出るかなと思ったけど、行きましょうか。やっと見つけた、ここだったんだ。この中から私を呼んでる。あ、鍵かかってる。こんな鍵、今の私なら。あ、そうか、あ、まさかのここでピッキングか。こんな飾りみたいな鍵にずっと縛られていたのかな。ゲンさん、私会ってみるよ。今ならわかる気がするの、きっと。なんとなくなんだけど、ひよりちゃんは初めから私に助けを求めていたんだって。だから私行くね。